はい。MF ゴースト第260話のネタバレをしたいと思います。え、末のコメント、恒例のね、コメントですけれども、えついにですね、しげの先生が MF ゴーストの連載を終了したら何をするのか、そろそろ考えなければいけないですというふうにコメントを寄せられていまして、まあ、ついにですね、MF ゴースト連載終了ということがですね、まあ、決定してると。 いうことですよね。まあ、公式ではね、ないと思いますが、ヤングマガジンのですね、コメント欄に原作者の方が連載終了した時のことを考えなければいけない。それはそろそろです、ということなのでですね、MF ゴースト第2期というのは、まあ、原作レベルですよね。MF ゴースト第2期というのは、今んところあり得ないと。 いうのが、ま、決定。そして、ま、連載終了ということが、ま、決定したということですね。まあ、次に何をやるのか。まあ、とりあえずで、ね、サウナにでも入ってですね、え、ゆっくりお休みいただければいいかなと思っております。まあ、サウナはですね、まあ、自傷行為ともね、呼ばれてますんで、まあ、ちょっと気をつけられた方がいいのかなとは思うんですけれども、まあ、ちゃんとですね、俺も痩せるかなってって、ビール飲んだらダメだろうっていうね、ツッコミまでちゃんと入ってるっていうね、え、サウナおちで始まった。 で、で、まあ、あれですね、赤羽くんが、カナタラインで抜かれた、ということでね、ブースに対して、ま怒ってるわけですが、まあ、ここは、まあ、二つあって、まあ、ブースとの関係が、それほど良くない、ということが、まあ、前から描かれているんですが、それプラス、まあ、ブースの能力はちょっと低い、ということですね。ブース、あるいは赤羽くんが、カナタに対してですね、そんなに、まあ、親しくない、 という、あるいは、リスペクトしてないというのが、まあ、この結果になっているんじゃないかなと。とただしえ、もう赤羽くんは、まあ、この時点で、カナたくんをリスペクトしていて、やじきた兄弟に負けると思いたくないあまりで、まあ、かくんに負けたということにして、まあ、死の先生は、ここは負け惜しみと書いてありますが、まプライドを保っているというね、なかなか面白いですよね。 で、えー、次はですね、また同じことなんですが、前園くんを舞ちゃんがタラインでね、抜いていくと全く同じところですね。これあれですかね。 なんだろうな。これはなんかあるんですかね。こういう素材がね、えー、その上に置いてるのかなっていうね、感じもしないではないですが、同じ合流ラインのところでまあ抜いていますね。えー、そしてあ、ここで実況が高橋圭介さんの言う通りです,ですね、と言ってですね、若いドライバーからまあ積極的に取り入れてると。 いうのが、ま、この MF ゴーストのテーマでもあります。技術の継承、そして DNA の継承というのが、カナタというまあ天才が入ったことによってですね、カナタは別にそんなにはね、成長はしないんですけど、天才が原本人の胸に、 放たれたことによってですね、凡人を刺激して、一つ上のレベルに引き上げているということが、まあ、今回のね、まあ、テーマ、今回っていうか、MF コースト全体の、ま、テーマになってるわけですね。で、かけるくんが、この順位で、ま、ポジションで、満足満足と、お金も、エミラーぐらいはもらえるし、みたいなね、ことなんですけれども、のぞみちゃんが、次のね、ターゲットにノックオンということで、まあ、残りあとだから、1週半ということで、5.6秒 先に BMW がいるとベッケンバウワーが抜いてった人ですよねがいるということで八木田兄弟がむちゃくちゃ上がってくるというところでまあ、5.6秒だったら追いつけそうな感じがねしますねただだからちょっと嫌な予感が一つ立ってる フラグを立ってますっていうふうに、茂野先生が言ってる通りですね。エミーラ、元が取れるって言ってるんで、嫌な予感がすごいしますね。で、今、これからダウンヒルで5.6秒先に柳田くんがいると、BMW がいるということでですね。これもしかしたら、エミーラ、廃車かもしれない、廃車コースかもし、ね、れないですね。まあ、それが、まあ、オチとしては面白いということなんで、今コース上に、まあ、これも BMW ですね。止まってる、BMW と矢地北兄弟が絡む。 これも結構理にかなってますよね。2台一緒に連なってね、走ってる。 わけなんで、これ、まあ、常時ね、無線で会話してるとはいえ、急に前の車が動いた時にですね、後ろの車が追随できないんじゃないかなというので、この2台で走ってるっていうのは、やはりクラッシュを誘発するっていうことは、大いにあると。アクシデントが起きた時に、特に前の車や、前の車の前方にアクシデントが起きた時に、後ろの車が回避するのがね、難しいということですね。しかも あれですね、今、ダウンヒルに入って、のぞみちゃんが前に出てて、のぞみちゃんは兄のかけるくんよりは上うまいという設定になっているので、のぞみちゃんは避けられたけど、かけるくんはぶつけてしまうってことは大いにあり得るということで、下手したらエミーラ、廃車というね、ことになるんじゃないのかなというね、まあ、敗まで行かなくても、かなりの大ダメージを負ってしまうんじゃないのかなというね、そこで、あれですね、中里くんですよね。 中里くんが、えー、男泣きするシーンみたいなね、ものになるんじゃないのかなと。 え、それがまあ今回のフラグじゃないのかなと。で、まあ、少子化問題をね、ここでね、議論してるわけですが、まあ、シ先生、興味があるんですよね。社会問題とかにね。ただまあ、内容がレース漫画なので、まあそういうのがなかなか載せられないっていうフラストレーションがね、あるんじゃないのかなと思いますね。まあ、シ先生ね、昔はコメントの方で政治的な話もね、されてまして、私が覚えてる限りだと、まあ、小泉郵政改革は支持していたようなね、 気がしますし竹中平蔵も頑張れみたいな、ね、感じのコメントをされていいいたたと思まます、まあ、あの頃はみんなそういう感じでした、ま、さか今みたいなことになるとはね。あの、あの時のことが今になって、こんなことになって帰ってくるとは思わないですからね。まあ、それはだから、え、原発とかもそうですよね。まあ、それもあって、まあ、今回このような MF ゴーストを書いてるのかなっていう、ねまあ、感じもしますね。このやりとりを見てる限りですと、しげの先生お子様いらっしゃらないのかなという、ね、感じね。 なので、この MF ゴーストみたいな、親から子へ子から孫へ伝承していく DNA の、それから師匠と弟子の話を書いているんじゃないのかなと。 いうことをですね。またまあ、エミーラーが、エミラーラの元は取れた、みたいなことですね。今のポジションで満足しているかけるくんと、それからもっともっと先を目指す、もっと上ですよね。えー、のぞみちゃん。この対比は、まあ、しげの先生の中にある二面性を、まあ、表現しているのかな。あるいはもう、しげの先生はいつものぞみちゃんなんだけど、ま、しげのさんの先生の周りのスタッフさんがですね、あ、もういいじゃないですかと。えー、エミラーラ変えますし、みたいなね。えー、そういういこと どうま表現してるのかもし、ね、れないですよね。あ茂野先生閑末のコメントでも次何するか考えるみたいなことを言ってるんで、あ茂野先生のモチベーションとしてはのぞみちゃんということなんじゃないのかなと思います。でまあロストボールヘアピンに入ったかなたの後ろにもで、ね、ベッケンバーアォとサアタリが 追いついているということで、まあダウンヒルですがそこまで突き放されてないということですね。なので、やはり最後の一周というか、まあ、熱海オフロード、それから最終コーナー回ってからのストレートですかね。で、まあまず別件バーワンが仕掛けてくるんじゃないかな。まあヒルクライムもありますし、まあこれから発毒は大変なところですよね。ただし、不確定要素というのはまあ交通上に止まっている BMW で、まだね動いたというアナウンスが来ていないので、まだ そこにいるんじゃないのかななんで あるいは、フラット動き出したところにぶつかってしまうという、まあ、何らかの不安要素があるということですね。そして、21巻の端末のところに、22巻の来年、2025年の2月に発売ということで、22巻の予告がすでにカットが何点か、4点ね、差し込まれてまして、新しいカットが入ってまして、まあ、それを見るとですね、かなたくんがちょっと驚いてる、驚いてブレーキを踏んで、左に避けてるのかなそれから、まあ、そのコマ、 あとこのコマが、えー、繋がってるとは限りませんが、左に避けてるシーンと、それから、えー、レンちゃんが全身映っていて、このレイの弾いたシートの上に座っていて、それから、えー、アップで、えー、どうしようかなたみたいなね、感じのセリフが入っていて、 カナタの心配というよりは、まあ、全体何かの心配を、自分を含めて何かの心配をしてる、あるいは他人の心配をしてるみたいな、カナタくんじゃない感じですよね。カナタくんを心配してるというような感じではないんで、まあ、そこもちょっとね、2月まで気になるかな。もう、要するに、構想はできていて、何点かカットもできているという。 この状態でもうできてるということで、え、末のコメントにもあるようにですね、もうほとんど終わってるんじゃないのかなと、今はコマをね、埋める作業や、 それから、ブラッシュアップの作業中なんじゃないのかなという感じですね。もう結末まで書き終わっちゃってる感が、ね、出てましたね。アニメがね、第2シーズン始まりました。もうちょっと不満がいっぱいある感じでしたので、またそれはまた別の動画でお話ししたいと思います。で、まあ実況のね、田中くんがまあバカのふりをしてね、ケ、えースケくんに彼方の秘密は何ですかみたいなことを聞いてまして、まあそれが次週なんですが、まあ次週お休みで、次次週とね、 いうことになるんで、ちょっと間が空きますんで、私なりに考えた彼方の秘密みたいなものも、また動画であげたいなと思います。では。